銀座カンカン娘は、東宝が配給、新東宝が制作した日本映画、またその主題歌である。映画は1949年8月16日に公開された。落語家の新笑いは、現在は引退室魔のお題と子供たちと、ささやかな生活を送っていた。しかし、その一家のもとへ、居候として入ってきたのが、 新笑いが昔世話になった恩人の娘のお秋とお秋の親友のお春だった。迷路快活な性格の二人だが、朝から歌を歌い、お題は次第にイライラしていく。新笑いのおいのぶすけは、会社の合唱隊を組織して、歌に精進し、お春は、声楽家、お秋は、画家と三人とも芸術家になるべく、意欲を燃やす。しかし現実は厳しく、もんなしの娘たちは、 絵の具もピアノも買うことができない。だからといって、いつまでもブラブラ遊んでいるわけにもいかない。そんな中、おきが食を探しに出かけようとすると、お台に飼っていた犬のポチを捨ててきてくれと頼まれる。ポチを連れたおきが捨て場をうろうろしていると、とある映画会社のロケ隊に出会い、しかもなんと、その撮影にポチと一緒に出てほしいという話になり、1日だけ、エキストラとして、 カメラの前に立つこととなる。撮影は進行するが、女優の山田が池に放り込まれることとなる。というのも、山田が、お秋をエキストラに使うことに承知しなかったためだった。そこで代役を立てることとなり、お秋は早速お春を呼び、代行させる。二人は出演料として千円という大金を手にし、しかもそのエキストラの撮影で知り合った、白井哲夫の世話で、バーで歌うこととなり、 歌手の道を歩んでいく。カンカンとは、山本カジロの造語であり、当時の売春婦の別称、パンパンガールに対して、カンカンに怒っているという意味が込められている。これは1947年に発売された、星の流れにと同じ意味合いであり、戦後の暗い世相を嘆いた、山本の心の叫びであったより、高峰秀子が、カンカン娘ってどういう意味なんですか と作曲のハットリと作詞の最近に尋ねたところ、二人とも知らなかったという逸話がある。映画の中で、笠木静子が歌う一番の歌詞には、カンカンかぶりとあるから、ガンカン棒を指しているとも考えられる。銀座カンカン娘は1949年4月に発売された高峰秀子のシングル、作詞佐伯木隆を作曲ハットリ良一。発売元は、 ビクターエンタテインメント。1949年4月にビクターレコードから発売。レコード売り上げは1952年時点で42万枚。4番の歌詞にカルピスと商標名が入っていることから NHK の番組で放送される際は3番でフェードアウトされるケースが多い。また、この歌詞からカルピスとのタイアップを狙っていたが、 実現しなかったことを当時ビクターに勤務していた小藤部門が次長の中で明かしている。後年、三谷裕二、ドリームガールズ、井上陽水、スターダストレビュー、ダディ・タケチ東京をトぼけ、キャッツ、ペーズ、ゴスペラーズなど多くの歌手によってカバーされた。また、桑田圭介も2013年のトリプル A イベント、昭和88年度。 第2回一人紅白歌合戦で本曲を歌唱している。1977年の映画、幸福の黄色いハンカチでは、高倉健らが通りかかる街で、若い男女が子供たちの前で本曲を歌っている、シーンがある。2000年代には、銀座4丁目の XG というタイトルで放映された、ヒュンダイ XG の CM に、本曲のアレンジ版が使用されていた。 2012年10月31日からは、東京地下鉄銀座駅の銀座線ホームで、発車メロディとして使用されている。銀座カンカン娘我が夢我が歌いわゆる、プログラムピクチャーである本作だが、以下のような貴重な映像が含まれている。岡14と、歌歴50年全音楽不出版社、1954年。小藤部門、S1 アは我が青春のポップスアドパックセンター。 1982年46から49ページ。ISBN4 から90万378から 02X。CM ギャラリー、銀座の XG 編、ヒュンダイモータージャパン公式サイトからのアーカイブ、銀座線の4駅に、街のイメージに合った発車合図メロディを導入します。東京地下鉄ニュースリリース2012年10月24日。ありがとうございます。